ライブです、2月22日火曜日、今日行ってみたいカフェは千葉県東金市にあるカフェクイックさんに行ってみたいと思います。ここは千葉県東金市、東金市役所の前にある、ハワイアンなお店です。中で一番目を引くのがギガ盛りプレート。これがね、ちょっとでっかくてびっくりいたします。で、あとはここのマスターがハワイが好きっていうことで、店内はハワイの感じです。すごいね、いいです。今時短営業中のため、オープンが11時半から午後の2時で閉まってしまいますけれども、夜もやってるらしいんですけども、今は時短営業中のため2時までということになっております。なので、お昼時は結構混むと思いますけどね、そこら辺を考慮して皆さん行っていただきたいと思います。とても素晴らしい店です。で、マスター、また店員の方も優しい方で、どんどん YouTube 上げてくださいみたいなね、ことを言われましたので、ちょっとね、いろいろ編集しながら乗っけてみたいなと思ってます。それではカフェクイックさんをご覧ください。どうぞ。はい、こんにちは。それではカフェクイック様の、店内を見てみましょう。これがお店の前ですね。はい、最初分かんなかったんですけど、これが店内の様子です。ハワイアンな様子ですね。すごいいい、僕が大好きな、感じです。夜はね、お酒も飲めるんですけど、今時短営業中でお酒が飲めません。2時までの営業なんでね。で、これがメガ盛りプレート、ギガ盛りプレートがある。3人前ですね、ギガ盛りプレートは。これはちょっと食べれないかな。あとはチキンキーマとかね、いろいろスパゲッティ、アルコールもありますけど今はできません。感染予防対策もバッチリです。はい、これハワイアンビールですね。これも飲みたいですね。今度夜なったら飲みたいと思います。今夜はアイスコーヒーをセットでいただきました。セットだと200円だったかな。はい、で、こういう感じの店内でほとんどハワイアンですね、本当にね。はい、いやー、こういうの見るとね、行きたくなっちゃいますね、ハワイにね。本当にいいお店です。で、大人のお子様ランチ、メガ盛りプレートミニを食べました。食べる動画はちょっとやってなかったんですけどね、店内には雑貨も販売されております。そんなわけで、東金市にあるカフェクイックさんにお邪魔いたしました。食べる動画がなくてちょっと残念でしたけども、また今度、食す動画をねやってみたいと思ってますので、よろしくお願いいたします。皆様でカフェクイック様に行ってメガ盛りギガ盛りプレートを食べてみましょう。他にもいろんなメニューもございますのでご覧ください。ありがとうございました。